ゾゾゾンビっ子まだ3位で嬉しい。どんな夢見ましたか。なんかどんな夢、うん、お昼ご飯まだ食べてない。うん、どんな夢か、うん、どんな夢見たっけ。でもなんか変な夢見た。何だっけ、なんか変なオーディションを受けました変なオーディションを受けて、なんか、うん、とりあえず変な夢見た。おはよう、お菓子いっぱいありがとう、あ、お化けもありがとう変なオーディション、わかんないな、何だったんでしょうかあれ、わからん。でもあれらしいよ、なんか夢をなんか記録っていうか夢日記書いたら、なんかもうめちゃくちゃなんか人間じゃないぐらい病んじゃうっていう、なんか都市伝説聞いたことあるよ私本当かわかんないけど、次のお昼配信ではちょっとメイク配信をしたいと思います。で夜は購入品紹介をします。なんか昨日さ言ったやん、 AM 診断私よくやってますよ。ももちゃんとレストランでご飯食べる夢見た、なんと幸せな夢じゃないんでしょうかそう、宅配ボックスに入ってて、あーここかーってなった。そう、なんか夢日記がダメみたい。夢日記、私なんでこんな眉毛濃いんですかいつも思うんですけど、なんでこんなボーボーなんですかね。ちょっと恥ずかしいので隠してほしくて前髪。やだ、お菓子たくさんありがとう、嬉しい。こんにちは。やだ、ありがとう。もしかしたら今日の夜はいつものももちゃんと雰囲気が違うかもしれないよ。知らんけど。知らんのかーい。あ、いっぱいありがとね、本当に拓蔵さん。あ、そうそうそう、夢を見たらすぐに起きて書き留めてるのを繰り返すと、そう、心とかがなんかめっちゃ、なんかね、病んでいっちゃうらしいよ。それは私は見たことある。でもなんかどういう夢を見たかっていう想像したいよね。想像っていうか私はなんか日記つけたいタイプで、あったあったってなりたいんだけど、その都市伝説を見てから怖すぎて心が病んじゃいそうで怖いから私はやめた怖いやん、起きたらすぐ忘れる。え、私結構覚えてるで、でもめっちゃ変な夢が多いいつも。あ、お化けありがとう、こんにちは。痒い、なんか痛いんだけど、痒い痛い。
でもなんか一回めっちゃ怖い夢見たのが、それが未だに忘れられない。一回配信でも話したことあるやつ、あのバスジャックのやつ、あれめっちゃ怖かった本当に。あれがね怖すぎてね、未だに忘れられない。本当ありがとう。何回も、え、私3本ぐらい見ますよいつも、サザエさん方式で。あと私今めっちゃグミが食べたい。なんかグミが食べたいって思わないんですよあんまり普段から、でも今めっちゃ食べたい。あら、びっくりした。なるさん、かぼちゃありがとう。3つ、ね、ありがとう大量かぼちゃありがとう。あ、ハッピーハロウィン、待って、ハッピーハロウィンタワー嬉しい。なるさん待って、目が覚めたよ、見てこのパッチリ具合。なるさんハッピーハロウィン雲タワーありがとう、パチパチパチ、嬉しい、頑張るね本当にいつもありがとう、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとね、どういたしました。ありがとう本当に、最後まで頑張るね。こんにちは。お菓子ありがとね。こんにちは。ありがとう。ぷーぷーぷー、こんにちは、ハートありがとう。なんか改めてさ、このオーディション、ミニさんのオーディションの、オーディションのね、あのルール説明というか、なんか応募欄というか、なんかそのページをめっちゃじっくり昨日見てた。なんかアカウント重複してたら点数が減算されて無効になっちゃうらしいから気をつけないとね。こんにちは。違う端末だったら OK っぽい。コメディアのメッセージ、ああ、ありがとう、そうじゃん、そうだそうだ、変えとくね。これ今変えれるの？おー、待って、今変えるんだけど、ちょっと待って、これ配信中なのかな、今変えるか、ちょっと変えていく、これでいっか、ポン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 、できた。変えれた。うん、複数赤がダメみたいで、そうだから改めて、ないようにしなきゃなと思った。こんにちは、どんぶらこ、ありがとう。変わった、え、変わったでしょ、すごい、配信中に変えれるんですね、びっくりびっくりびっくり。こんにちは、
本が来た、ありがとう。なんか違う端末だったらいいみたいだけど、違う携帯か、なんか難しいよね。お化けありがとう。お化けたくさんだ、お化け祭りだ私お化け嫌いだけどこのお化けは好きだよ。こんにちは。いててててて、て腰が痛い。こんにちは。頑張ってね、頑張る。でも勝てるかわからないでも頑張るよ。問題なし、さすが、ありがとう。待って、めっちゃ痛いと思ったらめっちゃ気づいてた。え、めっちゃ気づいてんだけど、え、なんかもう真っ赤っかになってる、びっくりした今。痛い、シクシク。あ、なるたん、なるさん、かぼちゃ、めっちゃかぼちゃくる。え、なるさーん、ありが、え、これはもしかして待って、数えていいですか、待って、1、2、3、4、5、待って、え、待って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、え、タワーも2つ、タワー2つだ、しかもめっちゃ可愛いクマさんのタワーだ。え、ありがとう、なるさん、ラブ。え、ありがとう、嬉しい、タワー2つもだなんて、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。え、なるさん、ありがとう、2つも。お礼配信楽しみにしててね。めっちゃ嬉しい、三宮、ありがとうね、本当にタワー2つもだなんて、ありがとうございます。あ、お菓子ありがとうね、お菓子たくさんだ、ありがとう。こんにちは。いつも思うけどスピースが可愛いよね。え、これがですか、ここにめっちゃクマあるし、ニキビもできちゃって、眉毛も太くて濃くて、二重幅も狭い。でも褒めてくれて嬉しい。でもね、最近めっちゃむくんでるの、めっちゃむくんでる。あとさ、ウカのヘアブラシがめっちゃ欲しいんですけど、なんか全然どこ探してもないんです。めっちゃももか探してんのに全然ないねんな、どこ行っちゃったんやろ、うかのヘアブラシ。なんか、まあ、月夜とかロフトに売ってんじゃないってなったけど、探したけど売ってなかった。なんか新潟に住んでる方でうかのヘアブラシ売ってる場所を知ってる人いませんかめっちゃ欲しいんですけどないんですよね。なんかあれほんまにするだけで
なんかキュッて顔がシュッてなるらしくて、私も顔シュッてしたいからさ欲しいんですけど全然見つからんくて悲しい。ビーン、ビーン。あ、のりさん、ゾンビのお箱ゾンビのお箱ありがとう。あ、いっぱいハートありがとう。180日毎日配信達成だって。え、私180日毎日配信してるらしい。どう思う？えらい？えらいですか？嬉しい嬉しい、みんなありがとう。でも私毎日配信しないと不安になっちゃうくらい、不安になっちゃうくらい配信しないとダメなのでだから全然すごくないです。嬉しい。え、ありがとう、めっちゃ褒めてくれる、ありがとうございます。めっちゃ偉い。体調不良もあった仲間、え、嬉しい。でもブースティーの時のリハの時は全然配信できなかった。配信でもちゃんのこと好きになりました。え、もっと好きになって、こんにちは。偉いね偉いね偉いですか。待って、なんでこんな眉毛形変なの、ここの部分。昨日はちょっくらなぎちゃんと夜更かしをしていたよ。仕事も出ますね、頑張って、応援してるよ。寂しがり屋さんだから、ももちゃんは。そうなの、ももちゃんはね寂しがり屋さんなのあ、ゾンビの箱ありがとう。1時間睡眠で朝配信しとったもん。うん、そうそう、でもね今日朝メールの返信見たら、お説教メールされてて悲しくなったウィーンウィーンってなった。こんにちは。もう返信してくれるだけで嬉しいんだけど、なんか言い方がきつくてウェーンってなった。ほんが来た、ありがとう。でもね最近ね同期の話を聞いててもね、すごいメールの返信がなんかすごい冷たい方がね、みんなじゃないんだよ、みんなじゃなくて本当にごく一部の方が、冷たい方がいてね、優しくして優しくしてってなる。お化けありがとう。言っちゃったらその人が、あ、僕のことだってなっちゃうから、僕のことを配信で話してるって思って嫌な気持ちにさせちゃうから一応やめておきます。そう、来るの、フォローありがとう、こんにちは。57分になったら配信切りま、あ、はい、ランチを見ます。お昼ご飯は何にしようかな。痛い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 、後ろ壁だからめっちゃ痛い、もたれてたら
なんかドア壊しそうな勢いでもたれかかってるんだけど大丈夫かな。頑張ってねドア頑張ってね。あ、待って、今日の夢思い出した。急に急に思い出して今ふわってびっくりした。え、びっくりした、本当に。え、びっくりした。なんか変な神社みたいなところ。え、待って、思い出した。え、今日見た夢はなんか私まだその時学生で、夢の中では学生で、なんかキャリーケースを持ってどこかなんか旅行に行くんですけど、なんか学生はなんか神社で集合って言ってて、私神社まで車で向かってて、お母さんに送ってもらってて、でもお母さんがめっちゃ道迷って「ねえ間に合わないよ」って言ってお母さんが「いやもう待って、もう難しい、どこよこれ」とか言ってって言って、で「あ、これや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 」ってなって神社の前で止まって、車の後ろからキャリーケース取って、キャリーケースをブワーって全速疾走しながら持って行って、で先生がいて、ちょうどなんかバスに荷物を詰めるところやって、キャリーケースを思いっきりその先生にぶん投げてボーンって「お願いします!」って言って「了解!」って言われて。でギリギリ集合時間に間に合うっていう夢を見ました。本当にちょっとくだらないかもしれないけど変な夢。その神社が実際に登場し始めたらホラー映画、怖い怖い、嫌な気持ちにさせちゃってごめんなさい。え、違うよ、なんかね、みんな自分かもって思ってるかもしんないけど、メールの返信いない、今大丈夫だよ。そう、やばいとか言ってお母さんに、ねえやばい、ほんと遅刻する、神社と聞いてホラーかと思いました。いや違います、なんかほんとにくだらない夢を見ました。集合時間に間に合った夢です集合時間に間に合って、でなんかさっきなんかもうずっと前からいましたよみたいな雰囲気出して私で、まだ始まらないの遅いねって言ってた。キャリーケースボーンって投げて、お願いしますって言った。あ、ありがとう、おまけ。そう、でもよかった、間に合って、セーフ、間に合ってよかったです。今日もかわいい、ありがとう嬉しい、そうやって言ってくれて。ももちゃん、クールジャパン出ますか。なんだそれ、多分出ないかな、何も聞いてないかもしれない、わからない。 あれか、わかんない、何も聞いてないからおそらく出ないんじゃないかなごめんね、お疲れ様です。ホラー映画の主役、なんかね、私めっちゃ思うんですけど、なんか前にね、元 NMB48 さんの
渋谷凪沙さんがホラー映画の主演をしてて、で私その時にもし自分がホラー映画の主演をするとします、じゃあホラーなんかそういうさなんか舞台挨拶とかでさ見なきゃいけないじゃん、そういう完成した映像を。なんか私は本当にめっちゃ怯えながらだったら多分見れるとは思うんだけど、なんか舞台挨拶とかだったら本当に絶対見ないといけないじゃん。いや私もう本当にねもう多分一人でずっと悲鳴上げてる気がする舞台挨拶とか自分の主演を見るってなってもやっぱり完成、まあ、自分が演技した時の演技した時の撮影とは違う感じになるじゃん。もうねとんでもないことになると思う私。あ、ありがとうバケ、こんにちは。そうあの子は誰、そう絶対怖い、もうなんかタイトルからして怖いじゃん、あの子は誰って。だ誰がいんの誰がいいんだよってなる。私本当にお化けが苦手なので、うん、でもね霊感は本当にないんですよね。そうそうそう、まだ1回しか見たことない。そうそう、でもそれちっちゃい頃なんだよね、今はない。一回だけあるよ、でも全然怖いお化けじゃなかったよ、お姉ちゃんの生き霊だったので。そうそうそう、あ、ありがとう、お化けありがとうハロウィンとかどうなるんだろう今年、めっちゃ人多そうじゃない、最近コロナがなくなってきたしすごい人が多そうな気がする。ハロウィンの日って何日な、何曜日なんだろう、どうしよう私、どうしよう私、ラジオの日だったら、こんにちは。私人混みが本当に苦手だから、木曜日か、ちょっと安心したよかった。そっかそっか、集まらないでください、やっぱね集まっちゃったらね大変なことになっちゃうから、行きたいとも私一回も思ったことないな。それだったらお家でね、私はハロウィンのかぼちゃケーキでも食べたいみんなでハロウィンパーティーしようね、配信で。私仮装してケーキ食べようね、かぼちゃの。いつする？あったく、あ、行ったことあるけど半端なかった。絶対そうでしょ、もうやばそうだもん、見ただけでやばそうだもん。モラルなやつが多すぎるまあでもなんかなんだろうね、こんな発言して炎上したら嫌だからやっぱやめとこう。サグさんで始まるからね、ごちゃ少し気があるかもね。やだー、ももちゃん、ちょっと本当にね、人混み超苦手で、一人で人混み行ったら泣いちゃいそうになるので、どうしようかな。早めに行って、避難しとくか。
違う、私意見したら結構ちょっと荒れちゃうっていうか、なんか違う意見の方が多いから、私はねあんまり意見しない方がいい。こっちのデート企画順調ですか？まだ決まってなくって、なんか私はね本当に暇なの。でもゆなちゃんがさめっちゃ忙しそうで、なんかほぼ休みがない状態なのね。だから申し訳ない。こんにちは。なんかさ、ビスさんでさ、オーディションで3月号を掲載させてもらえるじゃんか。だからさ、このミニさんのさ、このオーディションでも掲載していただけたら、なんかもうすごくない？雑誌にたくさん載れるってことでしょ。頑張りたい。夜勤頑張ってきたよ。あ、おかえり、お疲れ様。切り抜かれる。そう、私よく切り抜かれるの。切り抜かれちゃう。あ、お化けたくさんありがとう。なんか本当に私がこれこうしたいですとか、何位目指してますって言ったら、みんなが頑張ろうねって言ってくれる優しさに本当にいつも心を打たれてます。なんでみんなってこんなに優しいんだろうって私はね思います。あ、お化けたくさんありがとう。切り抜くやつが、違うんだよ。違うの。なんか言ってないようなことをなんかね文字に書かれるの。なんか切り抜きとかじゃなくて文字に書かれるで、こんなこと言ったのって言われるんだけど、言ってないよっていつも言ってる。言ってない、こんなこと。ひどいひどい。ひどいひどい。私こんなこと言ってないのに、またアンチだとか言って、アンチがややこしいでしょ。そう、こんなこと私言ったっけ？めっちゃこうやって頭の中でんってなる。そう、言ってないのに、そんなこと言ってないのにってなりながら、でもやっぱ私 SNS のアカウントがないからさ、やっぱりなんかできないじゃない。だからね、私本当に SNS ができたらいいなって思う。リアクします。またね、またね、ありがとう。あ、そうなんだ。まあ、でも私が SNS 始めたら本当に面白いツイートをたくさんできるっていう自信があります。なんか私 X かインスタどっちがいいですかって聞かれたら、もう迷わずに X って言います。もう絶対に X がいい。あ、コウモリありがとう。絶対に X がいいです。こんにちは。めっちゃ鼻詰まってる今、やばい。お昼ご飯何食べようかな。迷う迷う。迷ってます。もうチャットも X っぽいよ。そうでしょ。でも X を始めたからってチャットの件数を少なくしますっていう、そんななんか理不尽なこととかアホみたいなことはしないので、しないって約束するので、そこは安心してください。だっておかしいじゃん、今までチャット頑張ってたのに
X 始めたからって X に力入れてチャット少なくなりましたってなったら、なんかもうそんな自分いたらもう本当にビンタしてくださいビンタでもしてやってください。絶対そんなことしないって約束するけど、絶対ダメだよねそんなことしたら。お昼は奥村屋、奥村家というお店でラーメン、そんなとこあるんですか新潟に。めっちゃ行きたいんですけど。私も奥村ですって言いに行きたい。そんなあるんね、あるんや。あとまた夢思い出した、昨日の夢。なんか配信してて、なんかこうやって配信してる夢を見てね、で私がふとした瞬間にもうっていうプク顔をしたんです。じゃあそのプク顔をスクショされて、なんか SNS になんかハッシュタグでデブすぎみたいなえマジで見て、これなんか本当にもうカシャって取られて、ハッシュタグデブすぎ、ハッシュタグ奥村ももか、ハッシュタグなんか太りんぼみたいなはぁとか言ってもんかその日の配信でめっちゃキレて、私いや夢の中だよこれ、はぁデブすぎって何、プク顔知らんのとか言ってそうハッシュタグ太りんぼはぁとかめっちゃキレて配信で、はぁもうひどいマジでとか言って、これはひどい、いやダメで、しかもねそれが普通アンチとかだったらなんか何にも反応ないわけ、リツイートとかいいねも、じゃあリツイートがなんか1421ぐらいなんだリツイート1421、いいね数なんか9000何本みたいな、めっちゃバズってそれが太りんぼが、そう太りんぼツイートで私めっちゃ炎上を起こしまして、でなんか引用リツイートみたいなのが見れるから、そこパッて見たらなんか私を味方してくれる人がいたり、やっぱり味方をしてくれる人はなんかこれは僕側でしょうがおこうみたいな、かわいそうでしょうがおこうみたいな、でもやっぱりその対象にアンチもいて、なんかこれはひどいこれはひどい、これはデブすぎるみたいな、味方すべきです、はい味方すべきはい、これはプク顔だろう、おこもうね、私その夢の中でもアカウント持ってなかったけど、もういいねしましたもん、そのプク顔だろうおこうに。太りんぼタグどっちになりますか、え絶対作ろうとしてんでしょ、私マジで切れるからね私マジ切れるからね、もう超切れるよこれ、もう通報とか押しちゃうこんにちは。そうでもこういう夢を見てすっごい悪夢だったね、めっちゃ嫌な気持ちになりました、もう嫌な気持ちになってなんなんって言って、で朝起きてナギとサホに電話かけて、ねこういう夢見た、服顔したら太りんぼっていうハッシュタグ作られたって言ったら草って言われた、ガチ草って言われた、ガチ草らしい。そう初見です、ありがとう。まあでもすごいなんか面白い夢を見ました、うんガチ草。そうあそれ思い出したな、昨日そういえばこの夢見たんやった、こんにちは。でもなんかのんきで可愛いでしょ夢、怒ってる理由が服顔をしておデブと言われ
切れる奥村桃花っていう超くだらないお話。あ、待って、壇上読まないと。早いね、時が過ぎるのは早いこと。では読みます。13位、和助 D さん、ありがとうございます。12位、コロコロ転がるさん、どこ転がるんだろうね、いつも名前見るたびに思ってるの、どこ転がっちゃうんだろう、ありがとうございます。11位、中さん、ありがとうございます。中ちゃん。10位、ブルーマンさん、ありがとうございます。ブルーマン、青い男。9位、グリーンティーさん、ありがとうございます。抹茶。8位、なゆきさん、ありがとうございます。ありがとう。7位、シューウィズさん、ありがとうございます。シューウィズ、シューウィズ一緒、共に、シュー共に。6位、ウルスさん、ありがとうございます。釣り好き、猫好き、ポンコツべっぴんさん好き、私やん。5位、レオの土方さん、ありがとうございます。ファイト応援してます、ありがとうございます。土方さん、ありがとう。4位、のりさん、ありがとうございます。ももちゃんのことを応援してます。ダブルダブルダブル、面白くないよ何に笑ってんだ、ありがとう3位、てつやさん、ありがとうございます。4日目、私の中で、ね、全然いいよ、ありがとうございます。2位、たくぞうさん、ありがとうございます。このまま逃げ切ろう、逃げ切りたい、ありがとう。1位、山崎なるみさん、ありがとうございます。なるたーん、なるたーん、ありがとう。今日もタワーたくさん、ありがとう、嬉しいよ。名前に突っ込むもちゃん、そうです、名前に突っ込みます。はい、というわけで皆さん配信ありがとうございました。この後2時50分からまた配信しますので、ぜひその時もお越しください。多分その配信ではあのメイク配信をするのでよろしくお願いします。では今からお昼ご飯食べます。バイバーイ、ありがとね、来てくれて、楽しい配信だったよ。じゃあねー、バイバーイ、切ります。あれ？